いやあ、こんばんは。夜中ですね。僕はもうなんかもう昼間は眠すぎて眠ってたから。で、この手がさ、なんかしびれてっていうことをね、父親がよく言ってたんですけど、それが僕も分かるようになってきたかもしれん。薬の副作用ってやつ。薬の副作用でこう手が筋肉が終わってくるってことかもしれん。これもうほらスマホ持ってたらすごいだるくなってやばい。こんにちは、こんばんは。さっきフレスコバルディのファンタジアを弾いてたワトシンラだよ。誰もわかんないけどこれ。なんでもいいからコメントしてよ。どうしてみんなすぐ去っていくの？ウェーってなって、鍵盤ライフがまたなんか復活してる感があるね。あのパソコン、タブレット、新しいの買ったから、それで楽譜読みやすくなったわ。めちゃくちゃ Kindle はちっこかったからね、画面が。あんないいタブレット Windows やねんけど2万円やった。ヤフオクで、メルカリかな、メルカリか。明日もまた仕事やで。みんなそうか、普通そうか。誰、あなたは、あなた誰、あなた誰。あなたは誰。僕は和藤新羅、和藤新羅、鍵盤ライフの和藤新羅。うん、飽きたらいいよ、どっか行っても。この位置がゼロになるのも慣れてるから。いつも誰も見てないねんから。だからキチガイモードじゃないと配信ができんね。キチガイモード、これから朝までずっと鍵盤配信しようかなと思う。配信する意味ってないねんけど、でもいいかなと思って。あのカペソンとかを弾こうかな。アンドレア・ガブリエリとか言ってもな、誰もわからんねんけど、あのそのキーボード鍵盤少ないからオルガン曲しか弾かれへん。オルガン曲、中世って言ったら1400年代から1600とか700年代ぐらいまでの音楽は鍵盤音楽で、もバッハより前ですよね。バッハは音楽の父と呼ばれるけど、その音楽の父を、父があの生まれてしまうような土壌を作った人たちが言ったってことがある。めちゃくちゃ面白いのにな。失われたセンスみたいなのを今人類補完計画したいね。中世の失われた音楽センスを今の人々に蘇らせて人類補完計画したいわ。信じてって信じて、どんな声か忘れたけど、
じゃあまたね。